あるし、会社で機械のトラブルとその対応に追われていた俺、イライラしながらもなんとか終わらせ、ようやく自分の所属する部署に戻ると、皆退社した後で、明かりが落ちていた。まあ、今日みたいな状況は仕方ないし、俺の今日のメインの仕事は、他の誰かに割り振ってあるのだろうと思っていた。ところが自分の机に行くと、どっさりと図面の束が置いてあり、急ぎで処理しなければならない図面にだけは目を通して、その日は帰った。次の日の朝礼で、トラブルの原因と対策を関係者に伝達した後、俺は、そういうわけなので、今俺が抱えている仕事のうち、納期の近いものをいくつか、他の方に回してほしいんですが、と部長に言ったのだが、それはお前の仕事だろう、昨日のうちに、納期の早いものぐらい処理しておけよ、と怒鳴られた。この部長は、日頃からこうしてよく怒鳴っていたんだけど、何が気に入らないのか、俺は特にこういう態度を取られていた。もともとトラブルに対応しろと言ってきたのは部長なのに、何言ってんだこの野郎、と思った俺は、なんだか再び怒りが湧いてきて、そんな無茶言わんといてください。昨日のうちに割り振り変えることぐらいできたでしょ。采配ミスじゃないですか、と部長に噛みついた。すると部長が、なんだと？お前、この俺がミスしたとでも言うのか？対応に行ってこいと言ったのは部長ですよ。いつも臨機応変に対応しろっていうのに、なんで仕事の割り振り変えなかったんですか？こうなることくらい普通に予測できたはずですよね。それなのに俺のせいにされても困りますよ。おそらく、俺のこういう態度が、部長にとって鼻につくんだろう。部長は俺を睨んで、お前の能力を試したんじゃ、どうやらまだまだみたいやな。と見下すような口ぶりで俺のことをディスった。俺はイライラしたが、とりあえずその場はスルーした。でも朝礼が終わり、皆が席を立ち始めたのだが、わだかまりの残っていた俺は、席を立ちながら、部長の采配能力もまだまだですね、と言ってやった。部長は俺の言葉に一瞬唖然としていたが、すぐに睨んできた。俺は無視して自分の席へ。俺は残っていた仕事とその日の仕事に追われていると、見かねた他の同僚が、貸せ。俺も手伝ってやるから。俺はこっちな。といろいろな人が手伝ってくれた。さすがに遅くなるまで手伝わすことはできなかったので、あとは俺がやるよ。ありがとうな。お礼じゃないけど月末の予定開けといてくれ。おごるよ、と言うと、了解。と同僚たちが帰っていった。俺はその後も仕事をして、結局深夜近くまでかかったが、無事終わらすことができた。そして、車に乗り込んだところで異常に気がついた。車が傾いている。慌てて外に出てタイヤを確認したら、助手席側の前輪がパンクしていた。懐中電灯でタイヤを照らして見てみると、微妙に切れ込みが入っている場所があり、フェンダーに不自然な手形らしき跡も。俺は、朝礼の様子を思い出し、やられたと思うと同時に、再び怒りがこみ上げるのを感じた。早く帰りたいのは山々なんだが、会社での出来事を問題に発展させるのは、後々のことを考えても面白くない。少し考えて、一旦社屋に戻り、自分の部署から警察に電話し、彼らが来るの、駐車場で待った。しばらくすると警察が来て、会社とかで、時々あるんですよね。思い当たる出来事とかあるんじゃないですか？と言われた。なので俺が、そうですね。確かに思い当たることはありますね。まあ初めてのことですし、誰がやったかの目星も正直ついてるんで、警察の方に頼むのはやっぱりやめときます。ただ、サイレン鳴らして、赤色灯回しながら、駐車場から出て行ってもらえませんか？ただそれだけで十分なんで、警察の人はしばらく真顔になったが、すぐに俺の思考が透けて見えたのか。了解しました。駐車場を一回りしながら帰りますよ。皆によく見えるようにね。と言って、ニヤッとし、パトカーに乗り込み駐車場を一周して帰って行ってくれた。パトカーがぐるっと駐車場を回ると、深夜まで残業していた他の部署の社屋の窓から数人がこちらを眺めている。話してる素振りが見えたので、事件でもあったのかと雑談しているのだろうと思った。それから俺がタイヤを緊急用のものに交換していると、興味津々の何人かの社員が会社から出てきて、どうした？何かあったのか？警察が来てたから故障ではないよな。と色々と聞かれたので、俺は視線をタイヤの方へ促すと、うわ、派手にやられてんなと言ったので、はははと空笑いをした。いやー、なんか車にいたずらされちゃったみたいで、ちょっと警察の人に来てもらって、見てもらってたんだ。まあ、しっかり調べてくれるように頼んだから、犯人が見つかるのも、時間の問題だから大丈夫だよ。そうか。ふざけたことするやつもいるもんだよな。こっちは深夜まで残業だってのに、帰る時くらい、さっさと帰りたいよな。と同情気味で言われた。そうだな、俺は社員と雑談しながら、しっかりと根回ししておいた。そして次の日出社すると、前日の警察騒動は、会社中で噂になっていた。昨日、一台の車がやられたらしいぞ。は？やられたって？車上荒らし？それとも、ボディに傷とか？違う違う。タイヤをバッサリやられてたみたいで、警察が来て色々調べてたみたいだぜ。というような話題で持ちきりだった。そんな中、部長を見てみると、一人挙動不審。まあ、実中ハックそうだとは思ってたけど、もうその顔に、俺がやりました、って書いてあった。部長は他の社員から、部長も気をつけてくださいよなんて言われてるけど、部長は冷や汗拭いながら、ははは、そうだな、気をつけるよ。って話を合わしてやがる。くっそ笑えた。部長がこの後、どう出るかと思っていたら、昼休みになって俺が飯を食っていると、部長がこそこそやってきて、俺に話しかけた。昨日警察が来たみたいだけど、何かあったのか？白々しさに俺は笑いながら、いやー、参りましたよ。タイヤにいたずらされちゃってですね。一応被害届出しときました。なんか、車の写真とかボディの指紋とか撮ってましたけど、そのせいで寝不足ですよ。部長の顔が、みるみる歪んでいくのを眺めながら、まさか部長じゃないですよね。俺が歯向かった仕返しでとか、と俺が言うと、部長はしばらく黙ってうつむいていたが、いくらで被害届、取り下げてくれる？と小声で聞かれたので、社のセキュリティ面に貢献しているという意味で、向こう数年のボーナスの査定、A ランクでどうですか？と俺も小声で言った。部長は目を見開いてこっちを睨んだが、慌ててうつむいて、それは無理だ。勘弁してくれ。という。だから俺は、身を乗り出して、無理じゃないでしょう。何せ、万年 A ランクの方が目の前にいらっしゃるわけだから、必要ならそこから移せばいいんですよ。とにっこり笑ってやると、わかった。と言いながら部長は涙目になっていた。俺はさっさと飯を食い終えると、部長に向かって、じゃあ、楽しみにしてますんでよろしくお願いしますね。と言って席を立ってやった。まあ本当のところ、警察なんて、あの一件以来何もないし、被害届も出してないから、何もなかったんだけど、実際問題、本当に警察が動いてたら部長の首は飛ぶか。現行は免れなかっただろうから、これくらいは許してほしいと思う。それに、タイヤを交換した手間やタイヤ代とか考えると、慰謝料もらいたいくらいだしね。それから部長は、査定はともかく、いつ俺の気が変わらないか心配なようで、前のように無理難題を言ってくることや、怒鳴ることがなくなったので、めちゃくちゃ仕事がしやすくなった。ボーナスの査定は、半分冗談だったんだけど、実は仕事がしやすくなったことが一番嬉しかったりする。俺としては、あの一件はさっさと忘れようと思ってるんだけど、身から出たサビとはいえ、部長は絶対に忘れられないだろうな。